今日の給食です。さあ今日は、はい、ご飯そして野菜スープ。今日はねチキン南蛮です。タルタルソース付き、ね、で付け添えにトマトがあって、じゃん、ナムルとデザートがオレンジです。はい、美味しそう。お腹すきました。はい、ではいただきます。はい、美味しそう。何から食べよう、いつも迷っちゃいますよね。とりあえずじゃあ野菜スープいただきます。うん、野菜がとろとろ、今日はね、あの幼稚園では昨日は内科検診だったんですけど、今日はね歯科検診、歯のね歯科検診の方がありましたね。本当にみんな頑張って見てもらってました。うん、うん、やっぱりあの小さい子たちね、なかなかお口あーんって開けるのがね難しい。お友達もいたんですけど、うん、やっぱり何人かねちょっとだけ泣いちゃったお友達いたんですけど、でもみんな頑張って受けてました、ね、すごいやる気満々で、もまだね自分の順番来ないのにね、お口あーんって開けてるお子さんもいましたね。可愛かった。ナムル大盛り。うん、もやしシャキシャキ、おいしい。うん、人参とほうれん草とね、ごまの香りもいい香りもします。うん、よいしょ。うん、さっぱりしてます。おいしい。うん、スープもお野菜たっぷり、ナムルもお野菜たっぷり、嬉しい。うん、今日は年長さんの午後からプールのクラスもあって、今ねさっきちょこっと前にお2回通ったらもりもり給食食べて、ね、あのプールに備えてました。入れるかな今日ね。うん、
気温も高いので、うん、どんどん進みますね。うん。うん。シャキシャキっていうね、もやしの歯ごたえがとってもうんいいです。おいしい。うん、チキン南蛮はい、タルタルソースのせて、ね、うん、うん、危ない。危なかった今ね。うん。うん。うん。じゃん。トマト。今日スープもたっぷり、本当白菜がねトロトロなんです。美味しい。うん、ちょっとよいしょ、ね、うん、おいしい。こんなにね、最初の量覚えてます？こうね、はみ出すぐらい大盛りだったのに、あっという間に食べちゃった。さあ、最後はデザートのじゃん、オレンジ。
あの酸味もしっかりけどあるけど甘いです。うん。血はついてないかな。大丈夫かな。急いでるわけじゃないんですけどね。はい、ということで、はい、ご飯も野菜スープも、はい、ナムルもおかずもデザートのオレンジも今日も完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。